須坂市の長野刑務所。その敷地の中に子供を抱いた母親の像があります。そこに受刑者たちが増加のカーネーションを備えました。母の日に合わせて毎年行われている献花式です。今年は希望した128人の受刑者が参加し、産み育ててくれた母親に感謝し、更生と社会復帰を誓いました。同時に体育館ではお釈迦様の誕生日を祝う花祭りも。このあと善光寺大勧進の栢木貫主の法話を聞きました。今日を起点に一つ切り替えてですね、楽しい人生に今日からしていく。二つの式典の公開は今年が初めてです。改善構成のもちろんそんなこともやっていますけれども、こういう行事もやってますよということも、していただくことにも一つ意味があるんじゃないかなと。行事を通じまして、受刑者の一人一人がですね、これから社会に出ていて、もう二度とこういうことに戻ってこないという決意を作るきっかけの一つになってくれればと。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。